ちょっと三河はもう一回置いといて、ね、うん、栄光の三河があります。栄光の三河があって、まあその流れでの、はい、まあその三菱をね、はい、軽減させていって、はい、っていう、まあ本当にもうそこはプロチームからのまさにこうなんつうのかな、また企業クラブに戻ったような、うん、なるほど、でまあそっからよね、からっすね、うん、でついについに広島よ。最初は何だったの、広島に来た。もうね、広島はとにかく佐古さん、自分にとってはやっぱり、佐古さんと現役の最終年2年ぐらい一緒にやらせてもらって、でまあその中で本当にね、いろんなことを学ばさせてもらったし、はい、でやっぱ自分がいろんなちょうど30ぐらいのところでいろんなことに悩んでたものっていうのを全部あの人に打ち明けた、はいはい、でそれをやっぱ打ち上げた中でたくさんのものを学ばさせてもらったし、もらったし、でまたそこから自分がやっぱりこれでいいんだっていうものを再確認させてもらったんよね。なるほど、うん、だから本当ね、寮にも多分話したこともあると思うけど、はい、俺はね、あの人と新幹線の帰りでさ、はい、2人でずっと横浜から三河安城まで帰ってる間にさ、うん、いろんなことを話してる中で俺もう自然と涙がこぼれて、はい、うん、ずっとそのなんつうのかな、まあ1時間半ぐらいだったかな、うん、そのなんつうの、まあくだらない話をしてたからね、はい、初めは、はい、1時間半ぐらいそのバスケットをガッてした時にさ、うん、もう本当バーッといろんなものが出てきて、うん、はい、でやっぱその時からあの人に対しての自分の思いっていうものもやっぱ強いものがあって、うん、はい、だからうーん、あの人がどんなチームを作るのか、はい、うん、あの人がバスケットを、ね、広島で持つってなった時に、はい、やっぱ人としてもそう、コーチとしてもどういうことをやるのか、それがやっぱ自分の中で気になって、本当は広島ドラゴンフライズができた年、はい、声かけてもらったんよ、はい、うん、一緒に やらないかと、はい、でも俺はその時にはやっぱりその三菱だね、恩もあったし、うんうん、やっぱそのワンシーズン三菱で終えた時だったんです、はい、うん、だからやっぱそこで自分自身がそこをなんか自分の個人的なね、はい、ところでこうなんか離れるわけにはいかないかなっていう思いがやっぱあって、なるほど、うん、だから、ね、はい、断ったと、はい、でもそっからね1年経ったらもう一回声かけてくれた、はい、うん、はい、それがもうね自分の中ではあ、もうこれは行くタイミングだなと、うん、はい、うん、でやらせてくださいっていう話で、はい、うん、クラブがまだまだ全然地に足のついてない状況、うんうん、だからそこの中で本当に経営側もこっち側の方も、はい、オンコートの方も本当大変だったよ、はい、でみんながみんなその本当にプロの集団ではなかった、はい、だからそこを本当に自分自身がどこまで背負えるのか、はい、どこまでやっていけるのかっていうのはもう本当にもうね行き当たりばったりで、はい、ただただやっていくしかなかった、うん、でそこに追い打ちをかけるかのようにまさかのコーチが辞めて、そうですね、辞めちゃって、はい、で、もう本当にクラブの、ね、はい、存続が、うん、みたいなさ、うん、もう B リーグが発足されてさ、はい、次の週の試合が、はい、まあ、当時はライセンスの問題がいろいろあったりで、はい、その試合がもしできなかったら、うん、もうね、俺らはライセンスは、B1 のライセンスとは絶対、はい、通さないみたいなこと、そういうのも言われてました。だからみんなでどうする、どうする、どうするって、はい、もうでもそれが水曜日の話だよ、土日が試合で、そう土日が試合で、はい、アウェイでね、はい、だからもうどうするどうするっつって、もう本当にその時はもう一睡もせずみんなで考えて、はい、当時のふさっとね、はい、その時の話をしてるのはまあ森田しかないんだけど、はい、うん、でどうするってなった時にまあなんかね一つの案として、はい、まあ俺がもうその時に B 級ライセンスを持ってたから、はい、そのまあそれでできるとか、はい、うん、なったからじゃあとりあえずは芸人でやろうってなったら、はい、その週末にね、はい、2連勝して、おお、雰囲気が良くなってみたいな感じになっちゃったのよ、はい、うん、全然コーチとして何かやったわけでもないわけ、はい、でもなんか森、うん、広島がその今のこのね量も分かると思うんだけど、はいはい、この土地柄でさやっぱ立ち上がるその精神っていうのがみんなが好きなのよ、はい、うん、広島プライドってやつね、だからその瞬間このクラブが一瞬立ち上がった瞬間でもあるわけ、はい、それは嘘でも何でもない、はい、一瞬確かに
その次配かもしれない、うん、次配かもしれないんだけど、みんなの思いがまた一つになった、はい、こっからやろう、じゃあみんな支えよう、うん、一緒になったわけ、はい、でもやっぱりそれってちょっとこう次配な部分もあって、はい、なかなか持たない、うん、現状として難しい部分と、そうですね、そっからの時間がやっぱりすごい大変だったわけよ、はい、うん、だからフロントの方を立て直すっつったらちょっと変だけど、だからね、まあいろんなところで話させてもらうんだけど、やっぱり自分自身がここで練習をやる、その練習をやるための練習メニューを考える、はい、週末のためのそのビデオをその練習の前にしっかりと見て、はい、そうに臨む、はい、でその練習した後に今度自分のコンディションがあるから、はい、その自分のところの方に今度しっかりやる、はい、で終わったタイミングですぐ家に帰って着替えて、はい、今度夜会食があるわけ ね、 ですね、はい、うん、で要はそれっていうのは何かっつったらスポンサーの、うん、まあ、はい、営業なんだよね、はい、でそれを本当にずっとやって、はい、まあ夜中に帰ってきて、でまたビデオ見返して、はい、っていうことを本当にシーズン最後までやりきったわけ、すごいですね、うん、はい、だからあの経験っていうものが自分にとってはやっぱり本当になんつうのかな、当時は苦しかったし、はい、投げ出したかったし、うん、もうなんつうのかな、うん、こうね、家族の時間なんか全くなかったし、はい、うん、でやっぱその時っていうのが自分にとっては辛かったんだけど、はい、でもこうやって後になってみると、やっぱり自分自身がね、うん、その経験っていうのは本当に、うん、ここも自分の財産になったし、はい、そこから得られたもの、はい、うん、自分が見れた景色っていうのも大きい、だからこそのこの今がつながってるっていうのは、はい、もうそこで捉えてたら僕らはいないですもんね、今ここに。いやー、まじでそんなね大したあれじゃないけどでも少なからずこのメンバーで今やってることとかこの環境はない、うん、ないですし、それはでも本当にね、ね、今のオーナーもそうだし、はい、いろんな人がね、今社長、はい、いろんな人が頑張った、うん、助けてくれた、で、はい、もう初年度から支えてくれてる人、うん、で、その間、ね、いろんな人が入ってきてくれて、いろんな人そうよ、うん、でもやっぱり、あそこを持ちこたえたとか、はい、あそこを続けることができたとかっていうことは大きかったと思うし、だからこそね、はい、そういったものをこう大事にできる、はい、うん、クラブであり続けたいなって、はい、俺は本当にそれは思う、そうですね、なんか変わっていっていい部分と変わっちゃいけない部分ってあるんですよね、あるチームとして、うん、それはすごい朝さん見てて感じますね、うん、あ、ここはやっぱり今までの忘れちゃいけないところなんだなってのと、うん、なんか よくするために変えていかなきゃいけない部分があってみたいな、 そうだね、その2つをうまいことバランスよくやっていかないとチームってよくならないんだなっていうのはめっちゃ感じましたね。それが本当に文化だと思うんだ、はい、そうですね、うん、でやっぱり広島っていうこの地にある限りはやっぱりそのこの地域にあるそのゆえんというかさ、そのあるべき姿ってこれは絶対必要だと思う、そうですね、うん、色だとか、はい、で本当に寮の言うようにやっぱり自分たちはこうだと思うものもそうだし、でやっぱね、俺はそういった思いっていうものを本当にこれまでの自分の人生もそうのように本当にいろんな人に支えられたし助けられてきたし、で自分の思いっていうのがいろいろとその前の人からつながってきたものがあるし、でまたつないでいきたいっていうもの、はい、だからこそなんつうのかな、こうね、寮がこうやって入ってきてくれたっていうのは俺にとってはだから本当に大きな、なんつうのかな、はい、出来事だったね。嬉しいですね。だからなんかさ、これだけ年齢も離れてるし、はい、うん、でもどこかで、はい、いつも言うようにさ、本当に可愛い弟のようだし、でもどっか、はい、なんか自分が何でも話せる友人のようだし、はい、うん、当然仲間だし、はい、なんかそういったところっていうのが、なんだろうな、こう、寮がそのスタンスじゃなかったら、はい、俺話せてないわけ。やっぱ今までいた選手、はい、いろんな選手絡んできた、はい、でいろんなここのチームクラブに携わってくれたいろんな人たちがいたからこそ今の姿があるわけ、はい、これ本当全部がそうなんだけど、はい、でもじゃあその人間たちに俺がこの思いを伝えてきたとかつなげてきたかって言ったらそんなことないんだよね、うん、やっぱりどっかでさ自分自身にもそれってその話す何かこうタイミングだったりとか、はい、いろんなものがある中で
やっぱそれがさ行き過ぎちゃうとどうしてもそこってなんだようるせえよ、はい、口うるせえじじいだなみたいな、はいはい、うん、そんなの昔のことは知らねえよって、はい、多分俺でももしかしたら思うこともあると思うんだね、はい、でも亮とこうやってこのチームであっていろいろとね、あの話すようになって、あの亮がそういったところを自分自身も大事にしてきた人生だし、はい、と思うし、だからこそこれだけ今たくさんのね、はい、寮の周りに人がいて、はい、うん、で、あのみんなから愛される、はい、プレイヤーでいる、人間でいられるっていうのは、だからそういったところがにじみ出てた部分があるからこそ、はい、俺は多分なんかこういう話を寮にしちゃうんだなってやっぱ思う、はい、で、あとプロ入ってずっとなんか孤独を感じたんですよね。プロってやっぱり全員がライバルで、ね、うん、ポジション争ったりとか、うん、ってことはあんまりやっぱりそのアドバイス、心からアドバイスくれる人っていないもんだと思うんですよ。